アシストしようか。アシスト？お互いの。あんたが勝てば私のお店手伝ってよ。私が勝ったらあんたが一人前になるまで食わせてあげる。力強いな。よし、じゃあそうするか。よろしく頼むわ。うん、頑張ってね、総一。私も頑張るから。何笑ってんだよ。助かったよ。一人より二人がいいもんね、こういうのは。まあな。銃の練習とかした方がいいの？それより車の運転からだな。俺はコーヒーの入れ方からか。それよりジャガイモぐらいは剥けないとね。そっか、俺がサツキの横でジャガイモ剥くんだな。私ミッション中の総一をイライラしながらスパイカーで待つんだ。この遅延は何だ？あ、申し訳ありません。その古美術商に小外が入りましたよね。ええ、我らが購入いたしたものは全て無事ですが、店主がチェックの時間をもらいたいと。 2,3 日であります。ふん、あの店の出物はどれも一流。期待している。それよりもそのコソドロが面白うございます、総帥。コソドロ？報告書にないが。直接お耳に。うん。おお、あの男がか。因果関係は？どうやらそのコソドロ、あの男の色らしく。古い言葉を使うな、お前も。だがそれは。さらに面白い。捕らえて抜きますか、タイを釣るエビに。慌てるな。釣りの機会は用意する。あのタイを釣り上げたいのは私とて同じ。はっ。あの男、我々の動向に気づいたか？気づこうが気づくまいが、触れてくれば吹き飛ばすまでであります。心強いな。だがそろそろ風が鳴り出したな。は？ざわめいている。聞こえぬか？キツネやネズミの駆け回る音なれば。その通りだ。さすが歴戦の戦士は違う。お前のようなものの分かった男がそばにいて心安らぐ。はあ、はあ、ありがたき幸せ。お前の力、今しばらくは収集に使え。いずれ戦いを告げるホラもなる。はあ、那須総一。小娘と乳くり合ってる場合か。
ゆった。あ。ちぇ。閉めとけよ。このように血液型占いなんていかようにでもこじつけることができるのですと。おや？あ、これが噂の。
なぜにこんな苦労をしなきゃならんのだ。お、これもか。三重県熊野市、湯浅宇月。さしきかぞばぶい。うん？さつき、がんばれか。
こつけやがって。俺たちは友達だろ。総一。なんだよ。なんだか元気ないね。いや、そんなことないよ。嘘。なんだか変だよ。お夕食、美味しくなかった？んなわけねえだろ。今日も。今日も？とびきりまずかったよ。殴るな。それ痛い痛いって。総一、総一ってば。だから何なんだよ。行ってくる。どこへ。ここだよ。痛い痛い。向こうずねもバンバン殴るな。なことどうでもいいよ。ほら、ここ。たく、なんだよ、もう。なになに？神社仏閣、素顔の秘宝展、開催間近。ああ、国立日本文化博物館の特別展示か。なんだよ、こんなもん見に行きたいのか？んなことぐらいで大騒ぎするなよ。騒がずにいられますか。まあ確かにあそこならいい品が出るだろうな。散歩がてら見に行こうかな。悪いことは言わない。ここだけはやめろ。どうして？あの博物館はこないだ改築されたばかりだ。防犯設備もパリッパリの最新鋭が入れられた。なんでも高村セキュリティのレーザーディフェンスシステムまで入ってるっていうぜ。泥棒一人でどうこうできるレベルじゃない。でもやるしかないよ。ちょっと待て、落ち着け、サツキ。展示されてる秘宝の中にお前の目当ての一品があるんだな。これ、きっとこれだよ。見せてみろ。
こいつか。しかし、これだけの情報じゃな。でも、採取用はこれしかないし。見ればわかるのか。え？あ、うん、中見ればわかると思う。じゃあ会期が始まったらまず物を見に行こう。それから作戦を練ろうか。でも会期が始まったら警備が厳重になるよ。じゃあ会期後。どこからどこへ行っちゃうかそんなのわかんないじゃない。だからってお前、手当たり次第にやってちゃ体が持たないだろう。でもほら、こないだの美術展の大将が言ってたみたいに、宝剣の大コレクターみたいなのが動いてるみたいじゃん。最近特に宝剣は市場から姿を消してるんだよ。一本一本がすごい大切なの。もういい。は？もういい。そいつはここにいて、私一人で行ってくるから。わかった。俺も行こう。はあ？あんたついてきて何する気よ。こう見えても、炊事、洗濯、掃除と一通りのことはできるからな。やだ。何？あんたみたいドジに足引っ張られちゃ迷惑だもん。おーおーおお、よう言うたよう言うた。さみだれ堂で泣きそうになってたおまはんを救ってやったのはどこのドジさんでしたかいね。わったわった、勝手にしやがれ。俺はもう何もせんわ。怒んなくていいじゃない。怒って当たり前だろ。人がだって。総一、今日は変だよ。さっきからどうしてそんなこと言い出すの。あんなにやめとけとか泥棒は良くないとか言ってたくせに、今日に限っておかしいよ。おかしくなんかないだろ。絶対変だよ。捕まるかもしれないんだよ。警察の牢屋に入れられるかもしれないんだよ。そんなのに手を貸すなんて理由が分かんない。そんなもの心配だからに決まってるだろうが。ああ。
まあお前が邪魔だって言うんなら無理には言わないさ。俺だってまだまだ楽しい学園生活をエンジョイしたいんだ。悪い、余計な口だったな。成功を祈ってる。どこ行くの？コンビニにジュース買いに。なんだよ、何か買ってきてほしいのか？でよ。なんだって？私が行くから、あんたついてきてよ。ほら。うん。あんた一人にしたら拗ねるじゃん。ええ。本当に行くの？コンビニ。お前が行くって言ったんだろ。あれは。じゃあ行こっか。散歩がてら。って、おい、もういいだろ。何が？手だよ、手。いいじゃん別に。迷惑？別に。まだ寒いしね。勝手にしろ。帰ったら作戦会議だ。わーったわーった。私がバーッと行ってガーッと盗んでダーッて逃げてくるから、そいつバックアップね。へえへえ。いい？バーッてガーッてダーッだよ。へいへいへい。返事はしゃっきり。イエスコマンダー。よろしい。立つと大きいね。ああ、日本が世界に誇る博物館だからな。国内最大級、スミソニアンにだって引けは取らない。なんだ、ここまで来てビビってんのか？ビビってなんかないわよ。声震えてるぞ。いずれこことは勝負しなきゃと思ってたのよ。本当かよ。というか泥棒を趣味にするなよ。ルの字じゃあるまいし。うっさい、行くわよ。勝負。よし、その心意気、その気合だ。頑張れ。行ってくる。よし。あー、待て、サツキ。何？
ヤバくなったらすぐ引き返せ。捕まったら全て終わりだぞ。うん、分かった。行ってくる。よし。あ、待て、サツキ。何？いいか、チャンスは今回だけじゃないんだ。慌てるな。うん、分かってる。行ってくる。よし。あ、待て、サツキ。何？大丈夫だろうで行動するなよ。来るかもしれないで行動しろ。うん、大丈夫、行ってくる。よし。あー、待て、サツキ。行かせろ、バカ。グーで殴るなよ。うっさい。気が立ってるのにちんたらちんたら注意書き言ってんじゃない。だからそれじゃダメだと言ってるだろうが。そんな極限の興奮状態でいい潜入ができるか。冷静になれ、頭を冷やせ。まあそれはそうだね。いいか、ヘッドはクール。うん、そしてハートはヒートだ。うん、行ってくる。やること多いんだな、ナビって。今頃気づくなんて、千年遅いぜ、旦那。ついたよ。暗視スコープ、オンにします。なんだどうした。よく見える。当たり前だ。こんな文明の利器があるなんて、すご
さっきチェックした時分かってるだろ。あんま騒ぐな。騒いでないよ。さっきは街灯とかあったじゃん。こんな真っ暗でも OK なんて。これがあれば今までどんなに楽だったか。サンキュー総一。ああ、じゃ帰ったらキスでもしてくれ。それより早く272番を探せ。172番だよ。ヘッドはクールらしいな。ハートはヒートだよ。